この動きがね、やっぱやりづらいですもんね。ご視聴ありがとうございます。本日はモーハさんにいらしていただいてます。はい、肩と、はい、肩甲骨周りを柔らかくしたり、めちゃくちゃ硬い。あ、もう痛い。ツアーつけるときとかの、昔からつけらんない。あ、もう前に、あ、前でやってる。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。冷たいですね。痛い。意外とね。この動きがね、やりづらいですもんね。
くすぐったい。あらまくすぐったくてあったかくてほっそいですもんね、この腕にからしては本当に昔からですけど骨が細いですよね。もう骨も細いし、なんか成人の女性の腕とは思えないぐらい細い。これ手首ぐらいしかないですもんね、この ね腕の上部の方に行っても、すっごい細い。あでも普通にこなしてらっしゃるわけですもんね、お買い物行ったりとか。あでも握力とかやっぱ、ね、弱い。あね、うん、そうだよね。ペットボトルのキャップ開かないときあります。あやばいですよね。ジャムとか絶対無理ですよね。あそう無理ね。え開いたことないでしょ。そうあのご飯出て開かなすぎてムカついたもん。あいや多分そうだよね、うん、ペットボトル開かないんだったら絶対開けられないようになってる。あれいやそう本当硬いもん、うん、本当もうご飯ですよ死ねって買ってみたいぐらい開かなくて食べたいのに開かないで悔しいね。いやそう私はこれも老人になって一人暮らしになったらどうするんだろう。もう便利買えないみたいな。オープナー買いましょう。なんかダイソーとかで売ってるからなんかこうガキってやってギュッてねじるやつあるから、ね、あとなんかコツあるんだよね。なんか裏技みたいな。そうですよね。そうあの滑らないゴム手袋みたいなのとかあ、ね、あのはめたりとかね。叩くといいとか、ね、あそうね、そう言うけどね。私マニキュアの蓋が、はいはい、新品の開かなくて、腹立ってネイルサロン行くことにしました。もういいと思ってすごいセレブマニキュアが開かないならネイルサロンに行くわみたいな。いや内心お金もったいないなって思ってるけど、やっぱさ指先結構見る、ね、いやあるある。いやでも全然今の方がいいと思いますよ。いや、ね、うん、すごい綺麗だもん。そう、うん、いやいいと思う。いやそう、そう思うと、うんうんうん、一択月1回行けばいいんだ。そうだよね。なんかまあ高くはないなみたいな気しますよね。そっちもいいしさ、ね、のストレスなくなるから。じゃあ後で教えてください。あ教えます。全然東京線なんで。あじゃあ行けるね。じゃあ行こっかな。いや本当交通費考えても安いと思う。安いよね。超いいっすね。いやそう後で教えます。あちょっとお揃いになりますね。どうやって見つけたんですか。あでもうち家から近いから。あそうなんだ。田中さんのお家の方に近いんだ。あそうです。なるほどね。あ確かに。でもさちょっと都心から外れるとみたいなのもあるよね。いやそう結局、うん、そうなんで安いのって聞いた、うん、やっぱり、うんうんまあ、土地代もあるから、うんうんうん、全然実際そうだよね。そう抑えられてるんだよみたいな。なるほどね。そう分かるけどね、うん、そうなんです。今行ってるところも結構駅前っていうか結構駅からすぐのとこだし、はいはい、そういうこともあって高いかなみたいな。あ、うん、そうかもしれない。美容院って月何回、うん、ってかどれぐらいのペースで行きますか。私今短くしてるから2ヶ月持たないんですよね、うん、あーそっかすぐボサボサになる。そうそう私もともとの髪の量も多いから、うん、なんか2ヶ月以上放置しちゃうと絶対もっさくなっちゃうんで。ああはいはい。今だと結構1ヶ月ちょいぐらいで行ってますよね。ああそうだよね。ショートカットって確かにそうかもしれない。そうなんですよ。前髪とかね、すぐそうそうそう前髪もそうなんか目に入りそうになってくるし、自分で切ると変になるし。なんかさネイルもそうですけど、はい、なんか大きい予定ないと、うん、まあいいかって後回しにしちゃうというか、うん、なんかきっかけがないよね、うんうん、まあそうなんですよね。なんかもったいないかなみたいな。そんなわかるわかるわかる。なんかおしゃれするようなね、うん、場所行くわけでもないのに。確かにね。そうそうそう。なんかねイベントごととかだったらね、いやそうじゃあ必要だなってなるけどね。そうなるけどないとね割っちゃうというか。確かに。私結構爪もちょっと薄い方だから、うん、本当はネイルとかした方がなんか保護になっていいみたいのはありますね、うんうん、そういうメリットもありますよね。
ですよね。根元がやっぱりちゃんと爪しとくと、ちょっと強くなるっていうか。あれ、あれですよね、チョコザップ、はい、メールできるんですよね。あ、そうそう、できるっすよ。あれ、はい、やりました。やってみました。あ、どうでした？あのね、はい、ちょっといまいちっすね。あ、そうなんだ。そう、なんか予約取って、その時間は使っ、うん、1時間ぐらいかな、うん、そうそうそう、の中で収めるみたいな感じですね。めちゃくちゃ細いからそう言うけど、うん、やっぱ負担がかかるんでしょうね。人より持たないようにしててもさ、ね、やっぱりそれなりに人並みに持つじゃないですか、うんうん、手足細いのになんかお腹出てるからなんかガッガキみたいな。ひどいねみたいで。ひどいよ。よく言われる。よく言われるの。どんなに言う人いる。だからね。そう。確かになんかどうせ読むならなんか全体的にふっくらしてた方が可愛い、そうだよね。うん、そう。そうだよねって肯定しちゃったもん。まずいか。まあでも余計目立っちゃうっていうかね。そうそうそう。多分さ、腕が普通のサイズだったらさ、お腹も目立たないのにさ。あ、ね、腕が細いせいでお腹が余計。あ、そう、なんか顔とかさ、ね、お腹がでかく見える。それはあるかもね。そう、そうなんですよね。全部細いならキャシャだなって。あ、確かに確かに。何でもバランスっすからね。いや、そう。強調されるみたいな。わかるわかる。そうそうそう。細いものがあるせいで、真ん中がちょっと見えるみたいな、なんか、作詞効果が生まれてるっていう。そう、なんかトリックアートみたいな感じ。わかるわかる。天然のトリックアートが完成してる。すごい良くないんですよね。結構冷たいしね、こうお尻周りっていうか、そうですよね。硬いし。お疲れ様でした。すみません。はい。不祥なんですね。そう。うん、私もそうなんで、ちょっと、はい、体つらいですね。え、でもやっぱ体、なんかこう、健康に整えてるからか、うん、例年よりは楽です、全然。それはよかった。はい、ね、やっぱこう、溜めちゃうと、体の中に悪いもの溜まってると、うん、よりひどく出るとか、ね、あるのでね、はい、免疫力を上げて、溜ましておくと、はい、結構体調軽く、ね、違うなるよね。もう最初よりはやっぱり上がりますね。うん、ね。はい。てますね。はい、その結果を横から見たときに、はい、まっすぐに。はい、確かお腹なんかへこんだなってさっき着替えたとき思った。ね。いや、だいぶ体重軽いです。感覚としてね。ね、体重軽いよ。またよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、ももはさんはね、はい、インスタグラムスレッズやってらっしゃるんで、はい、こちらのリンク貼っておきますね。お願いします。はい、いつもねこの動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆さんのねコメントいつも読ませていただいてます。この動画に限らずですね、動画のリクエストとかが良かった悪かったなどご意見ご感想お待ちしております。はい、どんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。See you!